ないな。こんばんは。ちょっと待って、この部屋暑い。元気だよ。体調は良くなりました。昨日本当になんか動けなかった。死んでたよ。今日は大丈夫だけど。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。コンタクトがめっちゃずれる。です。いつるんさんかわいい、ねむむさん、おんぶらんさん、かずのりさん、たんたんたぬきさん、まりかさん、かずういさん、ギフトありがとうございます。新一さん、ハルキングさん、キングさん、ギフトありがとう。こんばんは。なんか立てるものないかな。トントントン。でもね、今日も若干頭痛いんだよね。頭は痛いんだよ、今日も。でもまあ薬は飲んでるから大丈夫です。気圧の関係あるかもね。でも昨日よりはめっちゃマシなんですよ。もうね、あのね、体調悪い自慢じゃないけどね、もう本当に昨日はもう記憶がないぐらいね、あのね、なんか精神だけ生きてるみたいな、もう体が死んでたみたいな感じなんです。でもなんかメール送ることは忘れないと思ってメールは送ったって感じ。そうなんです。そう、魂だけ生きてました。復活です。キングさん、イルロッソさん、タケさん、ギフトありがとうございます。何せよ、よかった。そうなんす。
そうなんです。ここ立てれるんじゃない。なんか映ってるけど、まあいいや。これかこっち。あ、いいね。なんか何これ、なんかの棚、なんかの棚です。これ何の棚だろう、わかんない。違う、長時間さ手に持つのがさ腕痛くなるけん置きたいんよ。この部屋机がないですね。チェストです。これはチェストなんです。私は昨日この服を着てお出かけする予定だったんですよ。髪の毛ボサボサすぎる。でも昨日着なかったから未練がましく今日着てます。ダメダメ所長、ウミガメさん、ポクレンパサランさん、リョウヘイさん、ジャワパンさん、サーポンさん、ヒロヨシさん、タカユウさん、マジックさん、ギフトありがとうございます。ちょっと変わってますよね、この服。ちなみにこの家には、あ、この部屋には私のグッズがたくさんあるんですよ。めっちゃ気になる。
最初の頃のやつだねこれは。なんかこれなんだろう、なんかある、でかい。2020年？昔のやつ買ってる。こんなの来たんだ。顔やばい。顔がやばい。でっか、これ買ってくれてたんだ。知らなかった。知りませんでした。その時のセンス、あーセンスね、センスさ、私のお母さんも使ってる私のセンスを使ってくれてる。知らなかった。知りませんでした。今やっぱちょっと大人っぽくなったよね。昔の写真見てたらね、思うよね。え、これ一個前のやつや。あれ？もう一個前のやつ。ほほ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 。最近はもう買ってくれない親は。昔はめっちゃ買ってくれてたけど、最近はもう配信も見なくなった。
こんばんは。僕連パサランさん、金魚ありがとう。しっかり寝てくださいね。ありがとうございます。今日起きた野菜は食べました。あれ、ちょっとレオちゃん登場させようかな。レオがね、着てるね服が面白いんですよね。なんかね、レオに交渉したんですけど、配信出ないってレオちゃんに交渉したんですけど、ダメでした。あの、なんかすごい、出演を拒否されました。めっちゃ寝てた。なんかめっちゃ寝てて、それでね、なんかね、なんで配信に出ないといけないのみたいな感じで言われました。言われてはないけど、そういう目をされました。ダメでした。そう、もうね、今何歳かな、2011年生まれだから今年で13歳なんですよ。13歳のチワワなので、まあ結構おじいちゃんなんですね。後で一緒に写真撮ったやつ送るよ。なんかチワワの寿命がね、14歳、平均寿命がね14歳なんですよ。だからね、あの、そろそろもう天国も近いんですよ。
でも私はすごい不謹慎なのでレオに向かってレオに向かってめっちゃ話しかける。天国に行ったら何するのとかであのすごい不謹慎なのでレオに最後に思い残すことはないとかって言って絵を本人に向かってすごいあのそうブラックジョークを言ってますでもそうした方が私もなんかね辛くないんですよ、うん、なんかすごいずっとなんか朝とか寝てたらあれりょうちゃんとうとうとかって言ってりょうちゃんとうとうレオタンついにとか言ったらめっちゃ目開けるんですよ。パンってまだ生きてるけどみたいな感じでそしたらあー生きてたのねとかって言って最近はもうちょっとネタにしてます。そうじゃないとなんか悲しいムード、なんかムードってなんやろやっぱズーンってなっちゃうから雰囲気がそういう風に持っていってます ある意味心の準備みたいなものですよね。トゥーチンさん、イワシアさん、ウミガメさん。マノユアウイナさん。マジックさん、関さん、ギフトありがとうございます。そうね。長生きしてほしいんですけど、してほしいんですけどね。でも私18歳まで生きると思ってたな。レオ君は。お散歩とかは元気に行けてる。お散歩はすごく大好きで。あのお散歩だけはすごい大好きなので、あの外に
あの外に行くの、めんどくに行くの、めんどくさくさがったりはしなかったりはしないんですよ。ないんですよ。うん。こんばんは。こんばんは。ヤクさん、ヤクさん、ヤッチェンさん、チェンさん、ギフト、ギフトありがとう、ありがとう。そうね、さ、そうね、さっきも追いかけっこも追いかけっこしたし、レオちゃんと、レオ。レオの後ろを、ついていった、ついていったら、なんか、なんだよ、みたいな、顔されて、いや、後ろに、立ってるだけですけど、みたいな感じで、後ろに立ってて、それがどんどん加速するん、ですよ。そう、私が、後ろについたら、何みたいな顔され、で、いや、私は立ってるだけだから、みたいな感じで、無言で見るんですよ、レオ。で、またレオが、ちょって歩いたら、またついていって、何って顔される、んですね。だから、いや、何にもないけど、後ろに立ってるだけだけど、みたいな感じで、それを繰り返してたら、どんどん、スピードアップするんですよ。そしたら追いかけっこになります。最近走らないね。早歩きって感じ。
マックのポテト、マックのポテトが食べたいです、が食べたいです。なんかポテト、なんかポテトギフトとかない、ポテトギフトとかないんですか？ですか？ポテギフ、ポテギフ。オーバー、オーバー。そうなんですよ今、そうなんですよ今、全サイズ250、全サイズ250円、10円。メクのポテト、メクのポテトが食べたい、が食べたいよ。妖怪、妖怪になるになる。マックのポテト食べた、マックのポテト食べたくて妖怪になる、たくて妖怪になる。カラさん、カラさん、マジックさん、マジックさん、ハルキングさん、ハルキングさん、ヤッチンさん、ヤッチンさん、イハクさん、イハクさん、ギフトありがとうございます、ギフトありがとうございます、ございます。関西、関西、あ、あ、マクドですよ、マクドですよ、本当は、本当はマクド、マクドです、です。でもマ、でもマックとも、いくとも言えます、言えます。私はいろんな言葉を操れるので。はい、言葉の操り師なんですよ。だから何語、何語でも、何弁でも喋れます。なんか方言ってね、なんかね、切り替えが必要なんですよね。私は、私の場合、喋るとき、こんばんは。あ、私広島弁も割とね、喋れるようになったと思うよ。
あ、ほんまじゃ、ほんまじゃ、ほんまじゃ、ほんま、ほんまじゃやらんけえね。早起きやけ、もう早起きやけ、早起きやけ、もうそんなんもせんのんよもうそんなん やっとったら時間足りんのんよ結構広島弁っぽくないですか？インドネシアちょっと変やらんけえ、やらんけえ、時間ないけ、時間ないないけ、できんのんよこれ広島弁じゃない割と。ちょっと待って、なんか真似してみる、周りの広島の人。ちょっと待ってね、なんて言ってるかな、なんか例えば、何があるだろう。仕事が終わった後、飲み会があるけ、飲み会があるけ遅くなるんよどうですかこれ広島弁ですか？てかこんなさ言葉使わないから、使わないからさ、だんだんおかしいメイクさんとかがね、メイクさんとかがね、あのね、言うんですよ。あの広島のメイクさんとかが、この後飲み会があるけ遅くなるんよみたいな、このメイクさん、メイクの仕事の後あるけね帰りが遅くなるんよみたいな言い張るんですよ。そう、本当にこういう言葉は聞いたことあるんです、私は。そう。あ、関西弁が混じってる。あ、本当ですか。難しいな、広島弁。あ、でもさ、ほんまじゃって言うよね。ほんまじゃ、ほんまじゃ、ほいじゃけ、ほいじゃけせんのんよ、せんのんよ、やりんさい、やりんさいや待って、難しいな。あれ、マスターしたつもりなんだけどな。なんしょん、なんしょん、
なんとかじゃろ、なんとかじゃろ、せんじゃろ、やらんじゃろ、いかんじゃろ。堀内さん、結婚してギフトありがとう。せんじゃろ、そんなこと言っとうけど、いかんじゃろ。行けたら行くって言っとうけど、いかんじゃろ。こんなんじゃない。ココアさんっぽい。おお、でもそれだったら私関西弁の方がまだ喋れる方かもしれない。関西弁の方が喋れる。あ、待って待って、なんかイントネーションがもうわからなくなってくる。イントネーションがわからんくなってくる。ん？イントネーションがわからんくなってくる。待って待って、なんかやばいかもしれない。私なんか日本語喋れんくなったかもしれん。イントネーションがわからんくな、ん、イントネーションがわからんくなって。あれ、ん。迷子になってきた。混乱しちゃう。よし、じゃあ今から今からはちょっと関西弁に切り替えます。じゃあ、広島は結構広島弁は完璧だったんで関西弁切り替えタイム。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ご飯食べた？ご飯食べた？みんな。まだ食べてへんの？食べてへんの？食べてへんの？ん？食べてへんの？ 8 時くらいに食べる。おお。ちょっと遅ない？ 8時。ちょっと遅ないか。そんなもんか。明日仕事ですか？明日仕事ですか？明日仕事ですか？明日も仕事ですか？ん？明日も仕事ですか？
明日仕事ですか？あ、明日仕事ですか？でもさ、関西にもいろいろあるじゃないですか。兵庫やったり大阪やったり奈良、三重、三重はまあちょっと微妙なとこやけど、奈良、和歌山、滋賀、京都、一概に全部そのイントネーション同じかっていうとそうでもないし、でなんか首都とかは兵庫なんですよ。全部一緒っていうわけでもないんですよね。私は一応兵庫の関西弁、首都とかですかね。神戸と大阪は同じじゃないですね。方言話してる人につられない？つられる。そう、なんとか夜県は九州ですね。九州、首都圏とか、首都からは関西になるかな。なんとかやからってなると関西かな。関西弁はね、ちょっとね、チェッカーがいるんで話すのに緊張するんですよ。友達となんか話しとって自然とそのノリに合って、その波に乗って関西弁話せてきたらいいんですけど、なんかそのかエセ関西弁チェッカーの人の前で喋ってたらなんか怖いんですよ。緊張するんで、だからあんまり言わないようにしてる。でもなんかめちゃくちゃなんかえって思ったのが、私がねこの間友達と久しぶりに会った時に、えそうだよねみたいな感じで言ったんですよ。そしたらなんで標準語なん、ちょっとなんで標準語なんみたいな感じで言われて、関西弁喋ってやみたいな、そなんかもう染まってるって言われて逆に言われて、いや違うんよって言って、なんか私もねなんかいろんなとこ住んできて、なんかもう関西弁を喋るなんか自信なくなってからさって言って
って言ったらなんか、あ、そうなんやみたいな。でもなんか関西弁喋ってくれるって言われてあ、ごめんごめん喋るわって言って喋ったりしたんだけど、なんかね、むずいんですよ。なんか変な関西弁やなって言われる時もあるし、なんで標準語なんって言われる時もあるし、そう、ちょっと大変だからスイッチの切り替えが必要なんです。うん、でも私の、そう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 、関西人と話してると結構戻ってくるんですよ、馴染んでくる。なんかずっと喋ってなかったり、結構あの STU の子って関西人少ないから、なんとかやけとか、そのなんとかやけんとか、人ととか言っとる子たちに囲まれると九州の方に釣られるんですよ。難しい。サラハさんと話すとき、あ、サラハさんと話すときはね、いや、関西弁なんな、ならないかもしれない。どうなんだろう、わかんない。なんか客観的に自分が喋っとるときを思い出せない。え、どうなんだろう、喋ってんのかな。喋ってない気がする。あー、敬語だからか、そういうことか。でもなんかみんな割と標準語かも。そうだよねーとか、なんかね、方言になるとね、違う意味で捉えられたりする時があるんだよね。なんか聞き間違えられたりするから、もう標準語の方が伝わりやすかったりするんだよね。最近は使わんくなったけど、なんか「よだきいちゃ」とかって言ってもさ、分からんやん絶対よだきいちゃよだいってって、よだきいちゃよだきいってって言ってもさ、わかんないじゃないですか。
からんよね。与田喜一じゃないよ。あ、そうそう、大分の言葉。そう、私大分に住んでた時にめっちゃ使っとった。与田喜、与田喜はもうしんどいとかだるいとかなんか言われて、与田喜ってみたいな。しんどいってそのノリ、しんどいってみたいな感じで言う時とかに言ってたけど、でもそれはもう使わないね。うん、なんか、うーん、結構ね、大分はね、あのちょっと激しいんですよね、言い方が。ねえもんなみたいな感じ、ちょっと荒々しいんですよ。ねえもんな、遊園地とかねえもんなとか、遊園地とかないないもんねーみたいな言うじゃなくて、なんかそれが方言なんですよ。ねえもんなー、うん、例えば大分弁だったら、市長、市長券、今工事市長券、今駅の工事市長券、遊ぶとこ全然ねえもんなみたいな感じ。今節約市長券、めっちゃインドアやけんさみたいな感じ。大分弁です、市長。明日暇しちゃんの。大分も剣で使うよ。しちょらんの？明日暇しちょらんの？よだきわかるよ。なんかめんどくさいとか、めんどくさいとかだるいとかだよね。あ、確かに山口弁に近いかも。しちょん、しちょるん、しちょん、しちょんの。こんばんは。パッ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 パー。
愛子さんにはぜひ小池のセリフをやってほしいです。嫌です。お断りします。無理です。デサイズハートさん、ダイランさん、イハクさん、空飛ぶドラえもんさん、サーポンさん、使用中さん、キヨさん、空飛ぶドラえもんさん、フミットさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。大丈夫だよ、元気だよ。あ、お知らせ、8月26日に写真集の発売記念の配信をします。ショールームさんの方で、東京のスタジオに行かせてもらうみたいなので楽しみです。あのスタジオから配信できるみたいなので楽しみにしていてください。時間はまだ発表されてないっけ。私の中で知ってるだけかな。はい、カレンダー押さえていてください。あ、発表されてますか。18時半からです。私はじゃあ、うん、楽しみにしていてください。そう、45分ぐらいやったと思います。どんな企画やるんやったっけ。まだ台本来てないから何するかっていうのはね話せないんだけどね。でも写真集の紹介とかになります。それはそう。それはそうです。でもそこで、どうだったっけな。あれだよね、その時になんか予約の特典がつくのかとかさ、プレゼントがあるかどうかってところですよね。いや、どうだったっけな。ちょっとまた確認しときます。プレゼント書いてあった。ちょっと私詳しい情報まだ見てないんですよね、あんまりちゃんと。で、台本もまだ来てないから
あ、プレゼントあるって書いてますか。お渡し会あるんだけど、まだ今月はやらないですね。なんか確認してなくて、確認できてなくて、確認したらまた皆さんにこういうことやりますっていうのも伝えられたらと思います。明日にでも。こんばんは。じゃあ30分になったら配信終わりたいと思います。X ですか。あ、公式の X ですか。でもあれはなんかもう担当者の方がいらっしゃって、あの動かしていただいてるので、私が上げてほしい写真を、こういう写真を載せてもらってもいいですかって言った方が早いというか、そっちの方がいい気がするので、私はこういうの上げてくださいっていうのをあのマネージャーさん通じて上げてもらうよ、上げてもらう形にしました。なんか全部自分でやらなくてもいいかなってちょっと思って、なんかその担当の方がいらっしゃるんだったら分担して、その方にお任せするっていう、私が全部なんか手をつけなくてもいいなって思って、カタカン、タカさん、ヤッチンさん、サリヤマさん、キングシュリークさん、クジマサさん、バラちゃん、サリヤマさん、デサイズハートさん、リフトありがとうございます。もちはださん、星ありがとうございます。まあでも発売まであと1ヶ月以上はあるので、それまでに私がこういうのあげてほしいですっていうのをあげ、希望を通したらいいよね。それはそれで、まあまた考えときます。デサイズハートさん、しんしんしんくん、ウィンちゃん、ギフトありがとうございます。あ、タイトル決めました。なんか当初私が考えてたタイトルとちょっと違うものになりました。
ヤクさん、ラブレターありがとうございます。まあみんながどう捉えるかどうかは分かんないけどでも私は結構こう自分らしさというか、なんか今の状況とか私らしさっていうのがいい感じに表現されたタイトルなんじゃないかなって思ってますはい、うん、あとね、表紙と裏表紙もね、うん、決めました。あと限定の方も決めました。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、おーおー少女たちよ、何も諦めるな、仕事なんかすべて捨てて全力で、はいはい、全力で、はいはいはい、知るんだ、これはヒントなのかどうなんでしょうさあ、全く関係ないと思います全く関係ない。でも本当に全く関係ないよ、今の少女たちよ、本当に全く関係ない、うん、全然関係ない本当にあのタイトル見たら分かると思うけど、全然少女たちは関係ないからねじゃあなんかタイトルに合わせるとしたら、なんだろう、愛されるよりも何ばかりで信じることを忘れないでって感じかも二人ここで初めて出会ったのは二月前の今日だね、キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初のスイートカフェって感じ。いや違うわ、ちょっと赤い糸じゃない、違う違う、赤い糸じゃない、
え、なんだろう、あ、わかった、もう一個、365日の言葉を持たぬラブレター、にゃ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 、明かりを灯し続けよう、心の中のキャンドルにふと風が吹いても消えたりしないようにって感じかなタイトル、え、これ、あの、こんな感じ多分なんか主題歌って感じ。わかんないか。そっか。まあ、楽しみにしていてくださいな。じゃあ、そろそろ壇上読んで終わります。13位キヨさん、12位ハイキーさん、11位なべなべ所長、10位ソリオさん、9位ズーミーさん、8位デサイズハートさん、7位ウミガメさん、6位ハルキングさん、5位イハクさん、4位空飛ぶドラえもんさん、3位カタカナタカさん、2位クジマサさん、1位ウリンちゃん、ありがとうございました。それでは皆さん、ありがとうございました。さようなら、だね。唇に血色がなさすぎるので終わりますバイ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  おやすみ。